旅マスター情報局1週間ぶりというわけで、釣れないカンツラこと旅マス1号がお送りします。旅マスター情報局とは、Facebook 旅マスターグループへ投稿されたエリア情報をざっくりご紹介する情報局となっております。さあ早速ですが、今週の投稿情報をご紹介したいと思います。画面ご覧ください。まず一つ目、小菅トラウトガーデンさん。続いて、フィッシングアイズイワナ、ごめんなさい、ちょっとフィッシングアイズイワナさんちょっとごめんなさい、どういうあのこうニュアンスなのかな、ちょっとフィッシングアイズイワナ、フィッシングアイズイワナさん、これでいこう。フィッシングアイズイワナさんでいきます。はい。釣り堀明石さん、フォレストパーク平川さん、北宮城フィッシングエリアさんなどなど、エトセトラでお送りしたいと思います。皆様の、リアルな情報をお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたしますと。はい、というわけで、1週間ぶりですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。先週もねちょっとあれかな、天気がねあんまり良くなかった、まあ、台風が来て、特に土日かな、ね、土日なんかはすごい強風だったんでね、釣りにならなかったですよね。なのでまあ今週こそは、ぜひ釣りを楽しんでいただきたいなと思っておりますが、残念ながら雨予報ですね。はい。まあどのぐらいの雨かっていうのは分かりませんが、まあでも普段のね照りつける太陽のある日と違って、またちょっと違う楽しみ方もできるんじゃないかなとは思っておりますので、様子を見ながらね、ぜひ釣りに行っていただけたらなと思っております。それでは、早速最初の投稿から、ご紹介したいと思います。はい、こちらでございます。これ私の投稿なんですね、実は。はい、読み上げたいと思います。久しぶりのプライベート投稿です。小菅トラウトガーデン、魚影の濃いエリアなので、テーマ釣れないカンツラーが本気を出したらどんだけ釣れるというね、動画を撮りたいと思いまして、実際撮りました。はい。結果、午前中のみで、釣り上げ1匹、釣れ2匹、釣れないカンツラーらしい好成績で終了しましたと。夏のせいですという投稿でございます。はい、もうこれこの通りなんですよ、実は。こう新しい釣り場さんの取材っていう形ではなくて、まあ過去にね3ヶ月4ヶ月前ぐらいに小菅トラウトガーデンさんっていうのは伺ってまして、まあとにかく魚影の濃いエリアさんなんですよね。で水もすごいクリアで、でさらにはですね、ここがポイントなんですが、2面あるんですよね、釣りができるところがね。片面がですね日陰なんですよ、午前中ずっと。これ僕知ってたんで、まあこの夏場だから、ぜひとも日陰でのんびりね、釣りがしたいというところでこちらのエリアを選んで伺った次第なんですが、まあ魚影はね相変わらず非常に濃くてですね、中にはカイサーモンレッド、っていうのもね泳いでます、でかいのね。だからまあ釣れないカンツラーの私旅ます1号がですよ、本気でね、まあほらあえてね私も言いたかないですよ、釣れないカンツラーだなんてね言いたかないんで、まあここいらでね、まあ実は釣れるのか、もしくは、全く本当に釣れない人なのか、これを皆様に証明すべくですね、こちらのね、魚影の濃い、小菅トラウトガーデンさんでねそれを証明してやろうと、思いましてね、私奮闘してね車の中で動画とかも撮ったんですよ、どうもこんにちはなんつって。はい。まあ結果がこれですからこの日めちゃくちゃこの日というかね、めちゃくちゃ辛かったというか、まあ厳しかったです。はい。周りの方もねほとんど釣れてなかったんじゃないかな、まあそういう日もありますよね、特にまあシーズン的に夏場ですから、特にまあ擦れてしまった魚、まあ、なのか、もしくはもう水温的に口を使わないようになってるのか、その辺はちょっとわからないんですが、まあ難しかったです本当に。
で、私が釣り上げたのは、まあ、スプーンのね、この1匹っていうもののみなんですけれども、まあ、後半ですね、スレがかりになっちゃったんですけど、結果的にね、2匹、釣り上げて、まあ、トータル3匹。だから、まあ、スレがかりに関してはね、あまり本数に入れたくないので、まあ、結果1匹というね、まあ、素晴らしい、好成績ですよ。釣れないカンツラとしてはね、はい。まあ結果ってやっぱり釣れないんだな僕はっていうのをね思い知らされました。で、まあ画像をご用意しました。この右側にあるこの子ですね。これがまあ釣り上げた、一匹です。この子がねなんとか釣れてくれました。そしてこちらのね、見えるかな、動画なんですよ。はい、これねおそらく海サーモンじゃないかなと僕は思ってるんですけれども、これがねボトムを探ってる時に食いついてきて、ちょうどね胸びれのあたりにかかっちゃったんですよ。そうだからまあスレがかりだなっていうね、まあかなり走りました。まあ周りの方にね非常にご迷惑をおかけしました。当日いらっしゃった方ね、申し訳ございませんでした。はい。で、まあ、ちょっと思い出話みたいな感じになっちゃうんですけども、実はですね、ツイッターの方でのフォロワーの方かなに、お会いしまして、お声をかけていただきまして、まあ、僕がツイートしてたんですけれども、まあ、たまたま、その場にいらっしゃったようで、一号さんですかなんて言ってね、声かけていただきまして、いろいろ伺ったんですけれども、ちょっとね、私も今回、この小菅トラウトガーデンさん伺ったの2回目なので、正確なルールみたいのがね、分かってなくて、なんか、ちょっと思ったのと違うなっていうのがちょっとありまして、っていうのも、実は朝一からね、伺おうと思ってて、こちらの釣り場さん、7時からオープンなんです。はい。で、私事前に近くにある道の駅に待機しまして、7時ぴったりにね伺えば、まあ、受付で、入る感じかなと思ってたんで、7時ぴったり本当にもう寸分たがわずぴったり伺ったんですよ。はい。そしたらですねまあこれはもうしょうがないんですけれども、もう釣り場、いわゆるまあポンドですよね、もう満帆なんですよ。で車も止めらんないし、あれってこう6時オープンなのかなと思って、でちょうどね声をかけていただいた方にもね伺ったんですけど、いや7時オープンですよということでね、よくいらっしゃる方みたいなんですけれども、おそらくというか、まあ、これちょっと僕も確認しなかったんであれなんですけれども、6時頃から、もう並んでらっしゃる方が多いようで、で受付はもう7時前にはね受付をされてるみたいなんですよ。そうで、ここをね僕も知らなかったんで、まあちょっと残念だったなっていうのがちょっとありまして、でホームページ等に近隣にねご迷惑かかるからエンジンは切ってとかいろいろね、近隣の方への配慮の文言があったのを覚えてたので、まあそれこそ7時オープンだから7時からそうやるのかなと思ってたんですけれども、まあ地元ルールといいますか、まあこの釣り場さんのね、やり方ですから、まあそこに文句はないんですけども、まあ地元ルールみたいな感じであるのかな、ちょっとその辺僕分からなくて、ぴったりに伺ったのになんか結構満帆だったなっていうね、まあ僕の下調べがね、ちょっと弱くて、まあちょっと残念な結果になっちゃったなっていうところで、まあそれでもね、なんとかまあ釣り竿をね確保することできました。で念願かなって日陰寄りにね釣り竿を構えまして、半日楽しませていただきましたが、まあこの辺のねルールとかね、要は独自ルールみたいなね、特に受付っていうのは混乱しますから、まあ知ってる方は知ってる、知らない方は知らないっていうね状態があるかと思いますので、もしこれを聞いていただいて伺うという方は少し早めに行かれてもいいのかもしれない。決して広くはないポンドなので、どのぐらいの人数が入れるかって言われると決して多くはないところですから、まあもしかしたら行ったんだけれども、まあちょっと入れなかったっていう方もね、中にはいらっしゃるんじゃないかなとは思いますので
ので、まあ、少し早めにね行ける方は行ってもいいのかもしれないですね。まあその際、騒音のねトラブルにならないようにエンジン切って待機するとかね、まあその辺は釣り場のね、指示に従っていただいて、待っていくようなね感じなのかなと思います。はい。で、あとはもし万が一ですよ、こちらの釣り場でまあ入れなかった、まあ人が多くて入れませんでしたっていう方、ちょっと行くと、ほんの数分、行くとですね、小菅フィッシングビレッジという、まあいわゆるストリームエリアがありますので、同じ漁協が運営されている、エリアがありますので、そちらに行かれてもいいかもしれないですね。特に夏場であればまあ渓流のね川とかの方が流れがあって楽しめると思いますんでね。で、広いですからご家族の方でも行かれるかと思います。はい、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、小菅トラウトガーデンさんでした。ぜひ海産も狙いに行ってくださいね。はい、そして次いきます。はい、続いてこちらですね、皆様旅っす、今日は福島県会津、田島町にあるフィッシング会津イワナに行ってきましたね。これちょっとご存知の方は教えてください。どういうイントネーションなんだろう。フィッシング会津イワナに行ってきました。夏なので、ここならマスたちも元気かなと思いましたが、ここも真夏のマスたちでしたねと。エリアの周りは見渡す限りの山の中です。そしてポンドに入るとそこはもう別世界、携帯が圏外になります。大きな魚を釣りたいならここはいいですよと。爆釣はほとんどなく適度に難しい感じのエリアですね。今後取材にここを検討してみてくださいと。ありがとうございます。まあおっしゃる通り行ってないんです、私。はい、ぜひね伺いたいんですよ。ぜひね、どの釣り場ご紹介されても伺いたいんですよって言ってるんですけど、本当に伺いたいんでね、機会を作りたいなと思うんですけれども、なかなかね福島県となると距離もありますんでね。私ちょっと関東の人間ですから、まあでも東北の方ね、行かれたことあるんじゃないでしょうか。まあ行かれたことない方はね、ぜひ同じように投稿いただけますと、参考にしたいと思っておるんですが、やっぱりイワナが多いんですかね。まあ大物が多いのかな。大物が大きなサイズを釣りたいならここはいいですよという話ですから、まあイワナね、もうイワナって言ってますからね、イワナが釣れるんでしょうね。はい、まあ写真いただきました。まあこちら看板ですね、ルアーフライ、フライ儲けみたいですね。はい、で、あ、割とこう小規模のねポンドなんですね。はい、まあでもすごいドクリアですね。はい、で他10件いただいてますね。ちょっと、ご紹介したいと思います。はい、こちら、ヤマメ、ヤマメだね、ヤマメですね。はい、ヤマメもいるんだね。はい、そしてこちらニジマス、あ、これサクラマスじゃないですかね。ちょっと鱗も剥がれてますからね、サクラマスもいる。で、これがまあニジマスですよね。でもこれでかいね、大きい。あ、これほらイワナですよ。はい、イワナ、まあなんか名前あるのかな。ちょっとねマス類の名前がなかなかね分かりにくいんであれなんですけど、まあイワナ系ですね。はいはい、これニジマス系ですね。でもこれ尻尾なんかちょっと特徴的ですね。うん、なんかちょっと違う感じですね。はい、でもイワナじゃなくてニジマス系ですね。はい、続きまして、これもやっぱり大きいね。はい、ニジマス系ですね。はい、あ、これもニジマス系。はい、同じくニジマス系。あ、動画いただいてますね。はい、ちょっと画質がね、ごめんなさい。あ、綺麗になった。うん、あ、すごいね、魚影がめちゃくちゃ濃いね。大物がかかったのかな。うん、いい動画。はい、ありがとうございます。はい、フィッシング会津イワナさんでした。はい、はい、続いてなんですが、実はですねこれちょっと物語がありまして、先ほどご紹介した、会津イワナさんのね、投稿を見ていただいた方が、行ってきた投稿、いわゆるまあ同じ釣り場ですね。こちらもちょっとご紹介したいと思います。
車がないので会津、田島駅からタクシーで片道2600円前後、3000円いかないと思います、かかりましたと。気温も低く、秘書代わりにぴったりです。お盆休み近くの平日だったせいか、下の池、あ、池が2つあるのかな、上池下池ってあるのかな、はい、下の池貸し切り、かっこ上の池にお一人様という状況でした。貸し切り状態のせいもありますが、期待以上に素晴らしいロケーションと綺麗な魚体で、あまり釣れなかったけれども、大満足でした。画像では分かりにくいかと思いますが、ヤマメのパーマークの発色が非常によく、ヒレの状態もいわゆるヒレピンでした。はい、ヒットルアーは X スティックバビル S0 や、10時過ぎから、14時前までで、5匹、ニジマス2、サクラマス1、ヤマメ1でした。バラシは4匹、時速1、2匹だとだいぶ敗北感。いやいや、そんなことないですよね。はい、があるものですが、当たれば大きいので満足感が上回りました。ちなみにフェザージグ、カッコライトウィング LD も試しましたが、不発でした。スティックやバベルの方が高反応。ドクリアな池の水で、魚は夏らしくインレット付近に集中する状況でした。持ち帰りかの下の池はヤマメ主体のためか、ルアーを見切るスピードが、非常に速く、1投目2投目はチェイスするもののなかなか口を使ってくれない状況でした。かっこルアーを投げてもガン無視ということではなく、チェイス仕掛けてやめる、口まで開けて見切るが非常に多いと。はい、魚に自分の腕を試される感じですと。ルアーを交換して1投目に集中しなければならない環境。バイトまで至った大半は1投目2投目。ああ、なるほど。はい、リリース専門の上池は驚くほど大きいイワナ、5、60センチクラス、ニジマス3倍対70センチクラスが列を作っていました。ルアーに反応する個体もいましたが、かけることはできず、持ち帰りはサクラマス42センチ、ちょうど魚の搬入があり、弱ってしまったから持って帰ってと管理人さんのご厚意で3倍対サクラマスを1匹いただきました。しかも3枚おろしにしてパッケージまでしていただきましたと。いただいた3倍対サクラマス、すでに夕食で食べましたが、非常に美味しいです。夏の缶釣りにぜひおすすめの場所ですと。いや、ありがとうございます。画像をね、紹介したいと思います。はい、こちらですね、ヤマメですね。はい。まあ、同じ釣り場さんですが、あ、先ほどおっしゃってた通り、そのパーマークの色づきがすごい綺麗ですね。はい。すごい綺麗な魚体。はい。この辺もね、同じ魚かな?すごい綺麗だな、この子。はい。これね、同じ感じかな?うん。ぜひね、行ってみてください。タクシーで行かれたんですね。だから、駅から3000円未満というところで、まあ、無理のない、距離感なんでしょうか。はい。ぜひ行ってみてほしいなと。あと気になったのは、レギュレーションがね、ちょっと調べてないんでわからないんですけれども、比較的緩い感じですかね。縦釣りも良くて、まあ、スティック系、エンジョイ系ですね。そちらも使えるようですから、まあ、初心者の方とかね、まあ、なかなかね、数は難しいのかもしれないんですけども、一匹なんかすごい綺麗な魚が釣れるよっていう部分でね、伺ってみてもいいかもしれないですね。はい。ありがとうございました。まあ、続いてのね、フィッシングアイズ、イワナさんでした。はい。はい、次行きます。はい、続きまして、はい、続きましてはこちら。今日久々に釣り堀明石へ行ってきました。一日を通して渋い状況でしたが、夕まずめに60センチから70センチのニジマスがトップで出ました。カッコバラしました。写真はペレットタイムに釣れた両型の蓬莱マス。これ蓬莱マスっていうのね。はぁ、まあ、ニジマス系のね、蓬莱マスですね。はい。釣り堀明石さん、ご存知の方、いますかね?こちらはですね、北海道の釣り場さんになりますね。はい。まあ、夏場でもね、まあ、北海道ってなると、やっぱ真冬は逆にやってなかったりとかするところもありますし、ちょっと私もね、どこも行ったことがない釣り場なんですよね、当然ね。まあ、ぜひ行ってみたいんですけれども、まあ、北海道在住の方、釣り堀明石のご投稿ですね。まあ、こんだけ大きいのが釣れるならね、楽しそうですよね。うん、やっぱり、これごめんなさい、ちょっと変な意味じゃなく、
北の方、まあ、関東と東北、まあ、並び上の方ですね、北海道を比較すると上に行けば行くほど魚の大きさが大きくなってる気がします。はい、だから数釣りだったら比較的こう関東寄りにね行くと、レギュラーサイズでも多く釣れる、そういう魅力のある釣り場がたくさんある、そこに反して上の方に行くと、本当に大きな魚でね、こう一発をこう一発の感動を求めるようなね釣り場さんがあるみたいな勝手なイメージですよ、そういう感じに見えますよね、投稿を拝見してるとね。はい、ありがとうございました。北海道の方ぜひ行ってみてください。まあでもお盆休み、ちょっと遠征に北海道でもなんていう方もいらっしゃいましたら、まあこんな時代なんでね、なかなか行きにくいとは思いますが、ぜひ機会がありましたら行ってみていただければなと思います。私もね機会を作って、ぜひ伺いたいと思いますんで、まあいつになるか分かりませんが、気長に待っていただけますと、女の方、よろしくお願いします。はい、それでは釣り堀明石さんですね、以上です。次行きます。はい、こちら行きましょう。9日に、ホームである平川へ行ってきました。いつもよりかな、5時かな、いつもより、6度、ほど気温が低い状況でしたが、魚の活性はまだ上がっておらず、キャッチ2、バラシ3という完敗でした。青森県の山の中とはいえ連日30度を超える日が続いたので、今は我慢の時、お盆の週は25度を超えない予報なので少しは良くなるかなと。まあ確かにもう本当に今年の夏の気温、まあ年々ね上がってきてますから、非常に釣りをする側も辛いですし、まあ魚も辛いですよね。なかなか釣りにくい日が続いておりますが、平川さん、これ気になるのはね、お盆の週は25度を超えない予報なんだってすごいよねね、青森県の釣り場、こちらもまだ旅ますではね伺っていませんので、ちょっと楽しみですね。だからまあ夏でもちょっと涼しい避暑地といいますか、まあそういうね、気温が抑えられる釣り場さんっていうのはすごく魅力がありますよね。夏場でも絶対楽しめますからね。まあ確かにでも釣りにくいっていうのは正直あるかもしれないんですけれども、まあご覧の通り写真いただきまして、もう魚体の大きなね立派な魚が釣れるということですから、ぜひ行ってみたいところですよね。はい、なのでまあ東北地方の方ね、行きやすい方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。まあ確かに雨予報ではありますが、風がね強くなければワンチャンちょっと楽しめんじゃないかななんて思っておりますのでね、はい、ぜひ行ってみてください。フォレストパーク平川さんでした。次行きます。はい、続いてはこちらですね。皆様お疲れ様です。ホームのかな、ホームの、トラウトランドが夏季休業に入ったので、今日は北宮城フィッシングエリアに行ってきました。天気は心配してた、雨も降らなくて曇りでした。朝一は大物池にエントリー、いきなりフェザーからスタート、ポツポツ取れるもののなかなか厳しめ、マイクロスプーンデカ3つ巻いてもポツポツ厳しい、心が折れて数釣りエリアに行って、釣ってまた大物池に戻ったってことかな。1日繰り返してました。結果はトータル61匹、内訳は大物池で20本、残りは数釣りエリアで釣りました。厳しかったですが楽しめました。まあでも数字だけ言ったらもう厳しくないですよ、これはもう本当に私の投稿ちょっとちゃんと読んでください。私投稿したやつもうこんな釣ってないですから、はい、もうこれが釣れる人なんでしょうね。はい、素晴らしい、お見事な、兆候でございますね。まあね、いつもトラウトランドに行かれてるのかな。はい、で北宮城フィッシングエリアさん、同じ運営のね、釣り場さんになりますね。はい、大物池と、数釣りの池があるというところで、はい、この辺はですね、実は旅ます、行ってないと言いたいんですが、実は伺いました。はい、ちょっとね動画がねごめんなさいちょっと遅れておりまして、まあトラウトランドさんの動画を出しておりますよね。その次にと考えてるんですが、なかなかちょっとね進みが悪くてね大変申し訳ないんですけれども、来週中にはね、お出しできるかなと思っておりますので、まあここネタバレしちゃうんですけれどもね、次回は、北宮城フィッシングエリアの、釣り場紹介動画、出したいと思っておりますので、ぜひ楽しみに待っていていただければと思います。まあ写真もいただきました。まあこれ私もね行ったんですけれども、
まあ楽しいところですよ、うん、数釣りエリアと大物釣りエリアがあると、書いてありますが、これその、言葉通りです。はっきり言って、はい、数釣りエリアは数釣りに向いてます本当に、はい、で大物池エリアは本当に大物しかいません。ここまで綺麗に分かれてる釣り場って、なかなかないですよ。うん、だから非常に面白かったです。はい、まあその辺はねぜひ動画もね、見ていただければと思いますので、まあ来週中にね、ぜひ、動画アップされましたら、ご視聴いただければと思います。はい、以上ですかね。まああの写真もちょっとご紹介しましょう。はい、もうこんな感じ。これは大物の池だね。そう、大物池でこんな感じですよ。はい、で水もね比較的クリアなんですけれども、あの釣り場の方もおっしゃってたんですが、藻がね、やっぱりちょっと今あの多く発生してるんで、もう見た通りこうネットにね藻がちょっとついてると思うんですけど、はい、まあこういう状況下ではありますが、でも大物池で20本ぐらい釣れてるということはやっぱり活性悪くはないのかなというところですからね、ぜひあのお近くの方、宮城県ですね、行かれてみてはいかがでしょうか。はい、以上です。さあ以上になりますかね。はい、他にもねご投稿いただいたのありますので、最近ねありがたいことにねこの Facebook の旅マスッタのグループ投稿がですね、まあ今回もそうですが非常に増えております。はい、本当にありがとうございます。ご紹介しきれない方もねいらっしゃいますんで、ぜひ、こちらのねグループご参加いただきまして、投稿の方はね皆さん見れるようになっておりますので、他の投稿もねぜひチェックしてみてください。はい、週末のね、釣り場選びの参考になるかと思います。間違いなくなると思います。はい、なのでね、ぜひ、こちらのグループ楽しんでいただければと思います。はい、今回はこの辺にしておきましょう。はい、それでは今回もお相手は釣れないカンツラこと旅ます一号でした。それでは皆さん良い旅ますを。